動画の方ご視聴いただいてありがとうございます。今回は汚い沼にやってきたブラックスワンについてお話していきたいと思います。トランプ大統領の香港問題への態度はビヨン的だ。もっと人道の戻る中国を非難するべきであると連邦会議からの突き上げが激しい。生ぬるいと批判する代表格はペロシ下院議長だが、与党議員も同調している。我々の情報機関によれば、中国の武装した部隊が香港との国境付近に集結している。誰も怪我をしないように、誰も死なないようにとトランプ大統領がツイートした。香港騒乱の黒幕はアメリカの陰謀だと攻撃しているのは中国である。香港国際空港を占拠し、結果的に1000便の欠航となった。中国は抗議の学生をテロリストと呼び、軍事介入を示唆した。しかし学生が滑走路を妨害したわけでもなく、旅客の安全を理由に欠航したのは香港当局。これは手の込んだ嫌がらせで、抗議側を悪に印象付けるためである。一連の香港の騒状は誰が黒幕か。米国の資金は平和団体、人権団体に多少は流れ込んでいるが、この資金は抗議集会やデモ隊の資金ではない。クラウドファンディングで匿名の資金が在米華僑からも流れ込んだのは事実だろう。現時点で判明している最大のスポンサーはジミー・ライである。彼はリンゴ日報の社長だ。系列のアパレル店舗が放火されても、自宅に火炎瓶が投げ込まれてもひるまずに、中国共産党の悪政を批判し続ける。2019年7月8日、ジミー・ライは訪米し、ホワイトハウスでペンス副大統領、ポンペオ国務長官と面会していた。一民間人にこの厚遇は注目しておく必要がある。トランプ大統領は14日夜に、それまで香港問題には曖昧な中立姿勢を堅持していたが、少し変化が出た。しかし、ロス商務長官などは、香港のことは中国の内政問題だと発言しているほど冷淡である。トランプ大統領は、習近平は偉大で賢い指導者だ。米中貿易関税の話し合いの前に、まず習主席は香港ファーストでこの問題を平穏に解決するべきだとツイートした。米中株式市場は荒れているが、日本の株安は止まらず、香港問題が心理的不安材料として大きくかぶさってきた。何しろブラックスワンは香港にいた。ありえないことが起きたのだから。やはり香港がブラックスワンだ。アイズマンはウォール街の投資家だが、2008年にサブプライムローンの破綻を予想したことで知られる。ウォール街の大暴落と金融再編という大波乱に至ったのは、サブプライムというブラックスワンだと示唆した。香港の学生や若者がボランティアで自らの小遣い銭を使い、何を求めて抗議するのか。利害を超えた行動を、全体主義を奉じ、自由を踏みにじる中国共産党には理解ができない。人民は支配するだけの対象だから、香港の若者が自由とか民主という価値観を共有し、中国共産党に挑戦してきたことを理解できないのである。世界の指導者も大きな関心を寄せ、ドイツのメルケル首相は習近平に自制を強く促した。さて、次に何をやらかすか。場所はどこか。何しろ SNS で連絡し合っている香港の抗議行動参加者には強いリーダーが不在である。しかもデモ隊の指揮系統は整合されておらず、黒幕も不在。リーダーの組織統一ができず、参加者の行動を末端まで制御できていない。だから一部が暴走する。週末から18日日曜日にかけて、学生、若者はまた新しい取り組みに挑戦する。その時、中国が介入するかしないか。まだ香港からブラックスワンは飛び立ちそうにない。はい、それではレポートしてまいります。まず続香港の戦い、そして中国共産党の正体、そしてブラックスワンの巣というテーマで今回はお送りしていきたいと思います。まず最初に用語の確認をある程度してから中身に入りたいと思いますが、まずブラックスワン理論という言葉ですね。これはありえなくて起こりえないと思われていたことが急に生じた場合に予測できない、非常に強い衝撃を与えるという理論、まあ、こういうことになります。なんとなくニュアンスは理解していただけると思いますが、まあとりわけ予測できない金融危機と自然災害をよく表しているということで、まあ、今回の場合は金融危機が起きるというようなニュアンスで使われる言葉でありますよということですから、今回まさにその通りということです。
で、1697年にオーストラリアで黒い白鳥が発見される。でそれ以来ありえなくて起こりえないということを述べる場合にブラックスワンという言葉を使うようになったということなので、まあ、そういった、まあ、流れにあってブラックスワンというのがですね、金融危機における、まあ、ありえないことが起きたというような使い方で使われているということになります。でこれはですね、まあ、次の言葉リーマンショックという、まあ、この言葉も一応解説する中で、まあ、使われた言葉になるんですが、2008年の9月15日にアメリカ合衆国の投資銀行であるリーマンブラザーズホールディングスがアメリカ合衆国の住宅バブル崩壊をきっかけとして低所得者向けのサブプライム住宅ローン危機などの影響で経営破綻したことで連鎖的に世界規模の金融危機が発生した事象を総括的に呼ぶと、まあ、リーマンショック皆さんも随分言葉なじみがあるかと思いますが、一応サブプライムローンというのが原因としてこのような危機になったということです。まあ、詳しくはですね別の動画で紹介しておりますのでぜひそちらの方を確認していただければと思いますが、まあ一応最後まで読みます。日経平均株価も大暴落を起こし9月12日の終値は 12,214 円だったのが10月28日は一時期6000円台まで下落して、1982年の10月以来に26年ぶりの安値を記録したと、まあ、このようなですね大暴落が起きたのがリーマンショックの一連の流れで日本経済にも大きな影響を与えたということですね。今日経平均株価はだいたい2万円ぐらいですが、もう今だいぶ暴落というかまあ続落しているような状況ではありますが、まあ、どのようになるかというそういった注目度も非常に高いかなと思います。そして、まあ、中身に入りたいと思います。まずアイスマンという人はウォール街の投資家でしたが、まあ、2008年にサブプライムローンの破綻を予想したことで知られていると。でウォール街の大暴落と金融再編という大波乱に至ったのはサブプライムというブラックスワンだと示唆したということで、まあ、今回の記事にあった通りですが、まあ、これがですね香港のケースで考えていくとですね、まず不動産バブル、そして投資の撤退、そして資金調達源としての機能の喪失、これは前回の動画で、お話したんですけども、まあ、為替操作国の認定というのもあって、中国共産党のドルの調達源として香港が機能していたのが失われるのではないかということですね。まあ、これが一連のリーマンショックとで、まあ、ブラックスワンという関連からも含めてですね、今香港で起きていることは、まあ、このようなことが起きているんですよという一つの用語の確認として、おきたいかなと思います。さて、でこれでですね、最初のテーマ続香港の戦いということで、まあ、前回ですね香港の戦いというテーマで、お話してまいりました。その続きということになるんですけども、まずですね、この今回のケース2つ、まあ、予測されるケースを用意して、ちょっと解説していきたいなと思っておりますが、まずケース1です。これはあの宮津先生が今回の動画で述べておられることをちょっと簡単にまとめたものなんですが、まあ、香港はですね、まあ、アメリカがあの上乱をてこ入れと書いておりますけども、特にアメリカだけがやってるわけではないし、それを明確にしているわけではないんですが、やはり裏で、操っている、まあ、組織あるいはそういった集団があるというのは、皆さんもある程度薄々感じているとは思いますが、まあ、一応代表者としてアメリカと書いているだけで、まあ、あのその周りですね、アメリカを取り巻く周りの諸国が上乱をてこ入れするような形に働いて、でさらにですね、まあ、むしろこっちの方が大きなポイントだと思うんですが、抑えきれないの内在要因ですね、中国国内にある内在要因がもう抑えきれなくなって金融危機が起きるというケースが一つあると、まあ、このような想定が一つありますね。やはりあの天安門事件の時のように、まあ、あの今回の上乱がですねもうどうしようも抑えきれなくなって引き金を引かれるような形でですね、まあ、鎮圧するというようなことがあればですね、まあ、一気に経済界が大きな傾きを見せるという可能性も十分ありますので、この香港の上乱がどのようになるか、まあ、その他もう非常にもう内在要因が ものすごくありますので、それが一気に爆発していく可能性というのがまずケース1の方です。でケース2の方なんですが、まあ、実はこの考えはですねあのいつもコメントくださっている久保幸義先生の考え方をちょっと拝借させていただいておりまして、まあ、その考えの一部をですねちょっとまとめて、このような形でまとめさせていただきました。でどういうことかと言いますと、まず先ほど言ったアメリカあるいはその諸国周辺諸国がですね、上乱を管理する方向で働いて香港を収束させるという可能性ですね、それが、まあ、このケース2のパターンになる
ような形になるんですが、まあ、アメリカで言えばですけども、やはり大統領選挙が近々控えてますので、その前に経済危機、金融危機というのは大統領選挙のマイナスでしかないので、どうしてもそれを避けたいという思惑があるかと思います。でもう一つはですね、中国共産党の方もですね、やはり、もっと延命を図って時間を稼いだ方がいいという、そういった流れもあるということがあります。まあ、時間稼ぎをしたいというのは宮崎先生もおっしゃってたポイントではあるんですが、まあ、じわりじわりと追い込んでいく中でですね、まあ、アメリカとしてはもちろんそれを目指していますし、で 共産党の方かとしてはですね、まあ、自分たちが逃げる道をまず確保したいという、そういった時間稼ぎをしたいという思惑もあって、で最終的にはですね、世界経済がソフトランディングしていくという流れをですね、確保したいという、そういったケース2のパターンになればですね、まあ、香港の戦いはまず早めに収束していくのではなかろうかと、まあ、そういった予想がケース2ということになります。で、まあ、その2つの案をちょっとまとめてみましたが、まあ、このような形ですね。まず宮崎先生の理論としてはですね、香港の情乱が爆発して中国の崩壊に一気に加速していくのではなかろうかというケース1で、高先生の理論としてはですね、世界経済を管理していく体制を確立して緩やかなる収束を図っていくと、中国の経済崩壊の緩やかな収束ですね、まあ、そのためには香港自体は早く収束させていくのではないかと、そういった予測になります。で、この2つのケースいずれも共通しているわけですが、やはり、最終的な中華台頭の終焉と、これが、まあ、近い未来に訪れるのではないかという点は、まあ、共通しているのかなと思いますし、まあ、お互いの2つの理論もですね、共通する点の中で、ケース2つとして分かれてはおりますが、まあ、やはり最終的にはここに行き着くのではないかというのは、まあ、予測する、まあ、大きな最終的なポイントになろうかと思います。まあ、これが一応今回の動画のメインテーマというところですね。そして、まあ、残りの2つのテーマについても軽く述べていきたいかと思いますが、まず中国共産党の正体というところがですね、まあ、この記事の中でも述べられているなと思いましたので、それに触れたいと思いますが、記事中より、人民は支配するだけの対象だから、香港の若者が自由とか民主という価値観を共有して中国共産党に挑戦してきたことを理解できないのであるという言葉、この言葉は非常に、私も引っかかりましたので、ぜひ紹介したいというか取り上げたいなと思いましたが、中国共産党の正体というのは皆さんも冷静に考えていただきたいなと思いまして、ちょっと こちらの方でちょっと書いておりますけども、まずですね、中国共産党、これは一党独裁政権であるというところがまず大きなポイントですね。で、私たちが中国を考える上で、非常に考えていただきたいことの中身ということでもあるんですが、まあ、ちょっと悪口を並べたような形になっております。ぜひ見ていただきたいんですが、まずですね、超腐敗政治です。で、まあ、賄賂とかそういったものはもう日常茶飯事で、まあ、中国共産党が国をの行く末を全て決めているんですよというところですね。それが中国の政治であると。そして超監視国家です。これは宮崎先生がよくデジタル零人主義と言っておりますけども、もう監視の技術は世界一というふうに今すでになっているそうですが、まあ、国民の全ての生活を監視して、で、まあ、こういった上乱の芽をすべて事前に包んできたというような体制を作り上げていると。で、逆に言えばそういったことをしなければ分裂がもう進んで、国家を維持できないというような状況にあると。それが中国の超監視国家の実態であると。で、さらには国民無視の政治、これは先ほど言った記事の中であった言葉なんですが、まあ、民主主義という言葉の全く真反対にあるのが、まあ、独裁主義ですから、まあ、国民不在の政治が繰り返されているということですね。まあ、それに対して今の香港の、まあ、香港の人たちはそれに脳を突きつけているわけですが、まあ、香港はまあ一部自由が保障されている地域、まあ、それ以外の地域はもう自由がないというところですね。国民の存在はないということであります。そして文化破壊の歴史ということです。中国4000年の歴史とかよく言われますけども、実際にはですね、中国の皇帝というのは前の皇帝を全否定して、成り立つ国家を作ってきましたから、前の文化を全て否定するというのを繰り返しております。で、そのまさに象徴的な出来事がですね、文化大革命というか、まあ、
中国のトップの一言でですね、それまでの考え方を全否定するという、まあ、そういったものがありまして、まあ、その、まあ、流れの中で今の中国共産党政権というのはあるんですよということですね。だからまあむしろ中国の文化を受け継いでるのは日本だとよく言われるのがですね、日本の人たちは文化を大事に歴史を大事にしてきた経緯がありますので、まあ、中国の文化を尊重してきた日本としてはですね、中国の文化のいいところをしっかり、受け継いでいるとよく言われますが、まあ、それに対して中国は文化を破壊してきた歴史があるというところです。そして民族浄化、そして虐殺の歴史ですね、これはもうチベットウイグルそのものですが、もう本当散々なですね、ひどい歴史を紡ぎ上げてきております。で、胡錦涛あるいは習近平なんかはその先頭に立ってきた人物でもあるというところは一つポイントかなと思います。そして背金主義です。今の国民の中で蔓延しているのはとにかくお金のためには何でもするというような背金主義が蔓延しているということ。そして、他国の経済支配の拡大ですね、これは、今の中国の周辺の小国あるいは東南アジアの小国、そしてアフリカ各国、そして、まあ、ベネズエラなんか南米も特にそうなんですが、中国の、まあ、いわゆるチャイナマネーがその地域の政治あるいは経済を牛耳ってしまっているという、そしてそれが今でも拡大しているという現状ですね、これも非常に悲惨な、現状を招いております。そして貧富の差が拡大を続けていると、これは、もうずっと言われてきましたが、アメリカなんかもよく言われてますけども、それ以上のですね、まあ、極端な貧富の差が拡大していて、でさらには今の金融危機を脱しようとばかりにその富を外に持ち出そうとして、一生懸命なっているのが中国共産党の上層部であるという内容ですね。そして隠蔽体質です。これはですね、まあ、いつかの新幹線を事故が起きた後のユンボで埋めていたのをシーンを思い出していただければと思いますが、隠蔽する体質っていうのもひどいと。だから悪いことや悪いシステムというのが改善される道がないということです。これはもう非常に恐ろしいことで、これはまさに独裁政権の、まあ、特徴の一つになろうかと思います。だから浄化するシステムがないという、そういった体質ですね。そして環境破壊です。これも、まあ、中国の核実験をはじめですね、今までに、まあ、国土の環境をずっと破壊し続けていると。だから環境をきれいにしようとかいう顧みる精神が育っていないということですね。で、まあ、中国の川やあるいはですね、その、まあ、山にも木はありませんし、まあ、環境を大事にするという考え方がないというところ。そして、まあ、最後のポイントで、国家ぐるみの犯罪の数々ですね。これも以前動画で取り上げましたけども、まあ、ある意味ですね、人口が多い中国の中でもその犯罪者を輸出しているようなことがあると、まあ、それもほんの一部だと思いますが、まあ、そういった現状をですね、これがまさに中国共産党の正体であるというところですね。まあ、この言葉を端的に表していたのがですね、民主主義は理解できないという言葉もまさにこういった国であればですね、理解できないだろうなというふうに思ったわけですが、まあ、実はこれ最後のテーマにもつながってくるんですけども、中国共産党の支配というのはですね、まあ、自由がないで不正が横行する、秩序がないで不満が蔓延している、で暴力がまかり通る、犯罪が蔓延している、強いものが正義、不幸が溢れている、不信が溢れている、で先ほど言った共産党の中国共産党の特徴の国はですね、まあ、こういった、まあ、空気が流れる世界、まあ、まさに、無秩序の世界を作り上げているのが今の中国共産党の支配であるというところですね。で、実はこれ最後のテーマなんですけど、ブラックスワンの巣というふうに、テーマしておりますが、まさにこれなんですね、この、まあ、自由がなくて不正が横行するようなこういったですね、ドロドロした沼にこそブラックスワンというのが飛び立ってくるんだということです。前回の、サブプライムローンの件もそうなんですが、これ不正の横行、そして、まあ、これも犯罪に近いんだと思うんですけども、その犯罪の抜け穴のようなですね、まさに、泥水の中にこそブラックスワンはやってきて、で、リーマンショックを引き起こしたというふうに考えてもいいと思いますが、もうまさにですね、ブラックスワンの巣とも言えるようなですね、もうひどい現状の中国共産党、まあ、このドロドロした沼にこそ今ブラックスワンは飛び立ってきているのだというところです。で、さらには中国経済の象徴的な都市の香港、これが今のブラックスワンの巣となっていて、
で、その収束ですね、収束といっても一言でいろいろパターンはあると思うんですが、収束の先は見えないという現状でしょうか。これがまさに今の中国の現状、そして今日明日で起こるであろう香港の動乱の大きなポイントというところになろうかと思います。以上で、動画の方の内容は以上となりますが、もう一度ですね、今回のメインテーマちょっと最後にもう一度確認したいんですが、香港の戦いの行く末ですね、ケース1、2、この2つのケースが予測されるんですけども、いずれにしてもですね、最終的には中華、その台頭の終焉が訪れるであろうということです。中華帝国に未来はないということが今回の、動画の結論ではなかろうかと思います。久保先生についてはですね、コメント欄で本当に深い議論をしていただいて、本当にありがたい、言葉を常にいただいておりますが、もし詳しく知りたい方はですね、ぜひ、これまでの動画のコメント欄の方を見ていただいてですね、もし何か質問とかがあれば私にしていただきたいかと思いますし、議論、深い議論をですね、追っていただければなと思っております。はい、ということで、以上となります。またですね、香港については明日明後日ですから、もう今まさに経済が動いていると、そして、世界経済がゆっくり流れている中でですね、確実に、流れ自体が変わってきているかなと思いますので、その点についてもぜひ着目していただいて、で、また追ってレポートしていきたいかと思っておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。皆さんのご意見、コメントの方ぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただいてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。